きを紹介したいと思います。三丁目にあるここの自販機には変わった飲み物が売っています。アルコールが 1% 入ってる月桂冠の甘酒です。とても美味しいのでおすすめです。あまり見たことがない飲み物も売っているので要チェックです。今日はもう一つご紹介します。新宿区荒木町市の路地裏にある小さなベーグル屋さんなんですが、このベーグル屋さんがとても本格的で美味しいお店なのでぜひ見てください。チョコマフィンは絶品中の絶品です。この人参のコーンはとても美味しかったのですが、温めるとさらに美味しそうです。時間がなかったので今回は冷たいものをいただきました。まだあまり人に知られていないお店なので、自分だけの秘密のお店という素敵な設定もついてきます。とてもおしゃれでとても美味しいお店なので、興味がある方はぜひ足を運んであげてください。え、見た目は怖いのに随分おしゃれなとこ行ってる。